第5レースのチャレンジの予選が今スタートを切りました。5番車の五内とおたが飛び出しています。まず5番の五内が前を抑えます。1番車の広田あるいは7番の川本茂です。初回の2コーナーを回ったところ、まず5番の五内とおたがスタートを取っています。広田が追って2番手、ゆっくりと4番の峰口が上がってまいりました。九州ラインの大きな軸ということになります。5番の五内が前を取っていますので、これで3番車の住村実が上がってくることになりまして、中四国の2人ということになります。そして九州地区がこれで3番手以降、ご覧のように4番の峰口に1番車の広田、6番の竹本です。九州地区が中段、そして近畿の2人は後方後ろということになります。2番の千原に7番の川本、先行まくりと何でもできるタイプ、ベテランのこの千原の動きに7番の川本茂が託しています。その近畿の2名が早めに上昇で3コーナー回ったところ、いきなり前にこの2番の千原行きません。地元の峰口を封じてから上昇していこうというのか、4コーナーから直線部分、5番の五内とおたが成功法です。外から2番の千原が上がっていきます。しかし5番の五内が突っ張るか、2番車の千原は結局車を下げることになります。5番3番と中四国、そして2番車の千原の動きに7番車の川本と近畿の2人、注目の4番の峰口は後方の5番手回り、2コーナーから向こう正面、さあジャンが入って3コーナーです。一気に飛び出していこうという4番の峰口、1番の広田がマーク、すでに6番の竹本がこの回転についていません。4番1番それを追う形になりました。5番の郷地残り1周です。4番1番そして5番の郷地が3番手、1コーナーから1センター風を切ることになりました峰口です。1番の広田がマーク、さあこの4番の峰口がこのまま押し切れるかどうか、3番手5番の郷地が控えて3コーナーから4コーナーです。その5番の郷地が踏んでいく4コーナーから直線、先頭4番の峰口、1番の広田が最後は捕まえることができたかどうか、いい勝負になりました。なお3着5番の郷地、1番の広田が最後の峰口を捉えたかどうか、リプレイで確認しましょう。切り替えた5番の郷地はどうやら3着のゴール、目いっぱいハンドルを投げました。1番の広田捉えていたかどうか、どうでしょうか。ああ最後に広田が峰口を捉えたようなシーンか。なお3着5番の郷地淘汰、審判の決定放送までお待ちください。第5レースのチャレンジの予選お伝えしました。